そうですね、本当にいい勝ちをしに、はい、守りの阪神で勝ちをやっていったんじゃないかなと思います。今日延長戦で、やっぱり勝ちをやっていた、これを持ってくれた、アスリートの方に。そうですね、まあ、しっかり今回は勝ちをして、はい、関西を変えたいと思います。